サーミ人は、スカンジュナビア半島北部、ラップランド及び、ロシア北部コラ半島に居住する、先住民族。フィンウゴル系のうちフィンサーミ諸語に属するサーミ語を、話すが、ほとんどがスウェーデン語、フィンランド語、ロシア語、ノルウェー語なども話すバイリンガルである。ちなみにラップランドとは、辺境の地を呼んだ別称であり、彼ら自身は、サーミ、あるいは、サーメと自称している。 北方少数民族として、アイヌ民族などとの交流もある。鈴を使った手工芸細工が有名である。サーミ人の居住地域もともと狩猟、遊牧を行う民族であるが今日、ほとんどのサーミは、定住生活を営んでいる。チェルノブイリ原子力発電所事故以降、トナカイの汚染が進み、伝統的な放牧生活を送ることは一層、難しくなってきている。キノコや、 地衣類などの菌類は放射性物質を吸収しやすいと言われ、トナカイの主食が花ゴケであることから、特に汚染が進んだと思われる。ノルウェー語ではかつて、ラップ人とも呼ばれていたが、現在では今語、または別称と受け取られる。フィンランド語では、ラップ県にいる。フィンランド人は、ラパレナンを自称し、サーミ人のことを、ラパレイアナンと呼びどちらもラップランドに住んでいるため、 外国人には分かりにくい違いとなっている。人種は、フィン人と共に、北、ヨーロッパ系の特徴である、金髪壁眼のゲルマン系同様にコーカソイドに属するが、モンゴロイド系の不敬遺伝子、ハプログループ N も多分に見られる。サービ人と思われる民族のことが初めて文献上に現れるのは、紀元一世紀に古代ローマの歴史家タキトスによって表されたゲルマーニアにおいてである。 この文献では、サーミという名前ではなく、フェンニーという名前で呼ばれている。フェンニーという名は、今日のフィンに通じるものがある。実際、フィンランド人の間に民族復興の機運が高まった当時、このフェンニーこそが我々の直接の祖先であると主張する動きも存在したが、しかし、ここで挙げられたフェンニーが、フィンランド人の祖であるとは考えられない。今日までに行われた研究によると、 ここに言うフェンニーは、むしろ、西は、ビスワカワ流から、ウラル山系に向かう地域を点々と長く居住地とし、後には、フィンランド湾の沿岸に至る方面にも来ていた、陰謀系以外の若干の民族を広く指した、ものであるらしい。また、佐賀の世界にも、交易を行う民として、サーミ人らしき民族について言及している箇所もある。いずれにせよ、 それ以後スカンディナビア半島に移住してきた様々な民族国家が再びこのサーミ人に注目し始めるのは13世紀以後北欧諸国家が誕生しその国境を規定する必要が生じた時であった以下サーミ人の歴史を大きく3つの時代に分けて説明するこの時期ノルウェーロシア王国スウェーデンの三国間でラップランドにおける国境を 朝税権に関する合意が成立する。この合意のもと、もともと単一の民族であったサーミ人は分断され、異なる国家の異なる支配体制、朝税体制、司法体制の下に置かれることとなった。現在のフィンランド近郊に居住していたサーミ人はスウェーデンの支配のもとに置かれた。これは当時フィンランドがスウェーデンの一部に組み込まれていたことに起因する。 また、スウェーデンはカトリック教会の支配下にあったが、ラップランドもこの体制に組み込まれた。コラ半島に居住していたサーミ人は、聖教会とノブゴロド公国の支配下に置かれた。また、スコルト・サーミは、サーに土地、水に関して税を課され、土地投機の義務も負うことになった。現在のフィンマルク県に居住していたすべてのノルウェー、サーミ人は、ロシアの統治下に置かれた。 このように様々な国家の統治下に置かれたサーミ人であったが、これに先立つ12世紀頃から、すでにサーミ人は、ノルウェー国王に対し、ラップ税を払うことを求められていた。このラップ税とは、そもそも高能的、人道税的性格の強いものであり、支払いはかます等の乾燥業、トナカイの子、クジラやアザラシの比較ロープ等で求められていた。これは、 ラップが17世紀までいずれの国家の国民なのか明確には定められていなかったため従来の農民に対するような徴税を課せなかったことに起因している。また当時からラップのトナカイ飼育、狩猟、漁労活動が特別なラップ生活様式として法律の中にも明記、認識され農地税徴収の対象とはなり得なかったこともその原因の一つとなっている。 サーミ人の家族17世紀初頭、ラップはノルウェーもしくはスウェーデン・フィンランドの国民として国家に組み込まれた。この貴族の背景にはノルウェーとスウェーデン両国間の関係が悪化しており、以前のような曖昧な国境規定は両国間の安全保障上、好ましくないものであったという事実がある。そして1751年、国境条約が締結された。これは、 デンマーク・ノルウェー王国とスウェーデンの間で交わされたもので、ラップランドにおける北欧諸国下の国境を明確に定めるという性質を持ったものであった。しかしこの条約は決してサーミ人の権利を侵害するものではなかったのである。国境条約第2条第2項にはサーミ人はトナカイの遊牧をする民族であり、そのためには両国の土地が必要であるということ。 同第十条にはその生活様式を維持するため両国が公平な援助を行うことを取り決める旨が記されていた。この国境条約はサーミ人の権利とその生活様式の正当性を認めるものであったが、しかしこの締結に伴い多くのラップは定住化の道を選んだ。また定住化しなかったサーミ人に対しても相変わらず ラップ税は適用され続けたが、この時代になって、ラップ税は、その本来の効能的、人道税的性格のものから、土地や水域の借用税に変化していった。このことが、サーミ人の5つの異なる生活様式を生み出す、直接の原因となった。つまり、大規模と中遊牧船業民、山岳、サーミ人、農耕、牧畜、狩猟を行う定住民としての、 海岸、サーミ人、森林、サーミ人、河川、サーミ人、湖サーミ人などを生み出したのである。上記の通り、山岳、サーミ人はラップ税の対象であったが、定住のを民化したサーミ人はラップとはみなされなくなった。そして、ラップ税を免除され、代わって農地徴収税を課されたのである。この点から、北欧諸国家のラップ人に対する、 基本的な姿勢を伺うことができる。つまりこの措置は、北欧諸国家にしてみれば、トナカイ遊牧という、ラップ生活様式を続ける、ある種異質な文化、生活様式を持っている者こそが、他民族であり、自分たちと同じ生活を行うようになった民は、すでに自分たちと同じである、という認識の明示に他ならない。18世紀後半になると、スウェーデン領において、スウェーデン人が、 ラップ地域を北上し、開拓や植民を行うために定住したため、この地域のサーミ人はさらに北部や東部へと追いやられることとなった。サーミ人の中には、定住したスウェーデン人と混交して、スウェーデン化したものも少なくない。1809年、ロシア帝国軍の猛攻の前にスウェーデンは降伏し、フィンランドはフレデリクスハムンの和訳において、ロシア領に組み込まれた。 そして北欧諸国家の中にロシアという異質な国家が入り込んだことにより、ラップ追加条項は事実上その意味を失い、特に山岳、サーミ人の遊牧生活は窮地に立たされた。またこれに追い打ちをかけるように1852年には、ノルウェーとフィンランドの国境が、1888年には、スウェーデンとフィンランドの国境が閉鎖されてしまう。当時、スウェーデンは、 ノルウェーと同訓連合を組んでおり、ノルウェーの国境線はロシア領に複雑に食い込んでいた。ロシアに対する安全保障はクリミア戦争を挟んで切実な問題となったため、スウェーデン政府は1855年にイギリス及びフランスと11月条約を締結し、連合王国領土と漁業権をロシアに譲渡しないことを制約した。ロシアの統治下においても、 サーミ人は納税の義務を課されていたが、議会に参加することは許されなかった。代表のいない議会において、サーミ人の権利が議論され、その結果、サーミ人と土地、水使用権は全く無視される事態になったのである。さらに、サーミ人の狩猟文化の経済的基盤は、トナカイやビーバーといった狩猟動物が乱獲されたことにより完全に打ち壊された。そして、 狩猟動物の減少に伴い、ラップ税の納税が不可能となり、ついに1924年、完全に廃止されたのである。これは同時に、彼らの権利の縮小にもつながっていった。以後、サーミ人の課税対象外の土地を求めての移住と、それらの土地を高地化しようとする動きが繰り返された。第二次世界大戦後、スコルトサーミ人の土地が旧ソ連に割用され、その結果、 スコルトサーミ人の大多数がフィンランドに移住したサーミの旗。1986年の北欧サーミ会議で決定されたサーミ人の社会的立場は1992年にフィンランドで施行されたサーミ言語法とサーミ人本草案によって規定されている。この中でサーミ人とはラップ税を支払っていたサーミ人の子孫たちあるいは上記のような サーミ人の出自を持ち、本人自ら、もしくはその両親、祖父母の中に少なくとも一人が、サーミ語第一言語として学んだ人がいるもの、あるいは、その子孫であると定められた。つまり、民族を規定するものは、言語であるとの見解が取られたのである。これにより、何らかの事情で、サーミ語を第一言語として学んだ外国人をもその範疇に含むことになってしまったが、 民族を言語によって規定するといった方法自体はサーミ人にも比較的穏やかに受け入れられた。また、サーミ人が自分たちのアイデンティティを確立内し獲得するために設立した以下の組織が存在する。サーミ議会フィンランドに住むサーミ人によって4年ごとに選出される20名の議員から構成される民族特別議会。 サーミ代表団フィンランド領ラップランド県の県知事5名のフィンランド関係庁代表者5名のサーミ議会代表者によって構成されるこの組織は北欧諸国の国際的機関である北欧評議会北欧閣僚評議会がサーミ問題に関して各国に行う各種の勧告に対するフィンランド行政側の受け皿として作られたサーミとは決して トナカイ遊牧専業の民のみを指すのではない。それらの民は、サーミ全体のわずかに過ぎず、トナカイ遊牧以外の生活様式を持った人々の方が多い。サーミは大きく分けて5種類の生活様式に分類できる。ノルウェーの山岳、サーミ人海岸、サーミ人、山岳、サーミ人大規模なトナカイ遊牧を専業とする人々、 サーミ人と聞いて連想されるのはこの系統の人々であり、北欧諸国が観光資源として活用しているサーミ人のイメージもこれが元となっている。もっとも現在では、トナカイの遊牧のみを職業としている人は皆無に等しく、その他副業として第一次産業についている人がほとんどである。海岸、サーミ人佐賀に描かれた 公益の民とは彼らのことを指したと思われるが、現在では他のスカンディナビア人と変わらない生活を送っており、その生計の中心は漁業を含めた第一次産業、第三次産業にある。森林、サーミ人小規模のトナカイ放牧を行う人々で、漁業、農業や、その他第三次産業との兼業を主としている。山岳、サーミ人と森林、サーミ人における違いは、 その飼育するトナカイの種の違いから来ている。山岳サーミ人が飼育するトナカイは広大な牧草地とそれに伴う長距離の移動が必要な種であるが、森林サーミ人が飼育しているのは森林の周辺に生える地類を主食とし大規模な移動を必要としない種なのである。河川、サーミ人と湖サーミ人この二つの間に明確な違いはない。ただ、漁業を 主とする人々であることが共通している。この二つを分ける要素は、その漁場の違いである。湖サーミ人は、フィンランドの最北部に位置する、稲荷湖で漁業を行う人々を、特に指し、河川、サーミ人は、その他大小の川で漁を行う人を指すのである。このように多様な生活様式を持つ、サーミ民族であるが、以下で、本来のサーミ民族の社会について説明する。 サーミ民族の社会を支配していたのは、シーダと呼ばれる多数の親族からなる集団であった。シーダのリーダーはそのシーダ内の最年長の男性、もしくは女性が務め、日々の生活、つまり、いつトナカイを移動させるか、どのメンバーがどこの湖で漁をするか、どれだけ取るかといったことを決定した。トナカイを飼うサーミ人の場合、シーダの構成員は、それぞれが、 各自のトナカイを所有しているが、飼育や管理は共同で行っている。また漁業を行うサーミ人のシー,イーダは、同じ漁船に乗る男たちによって構成されている。このような組織は広大な土地を少人数で管理する際の有効な手段として開発され、長い歴史の中で発展したものだった。また異なるシー,イーダ管においても長老同士が、 様々な問題を解決するための一種の協議会を形成していた。詳細は、サーミ号参照、サーミ人の民族衣装、サーミ人の民族衣装を特徴づけるのは、特にその色彩豊かな上着、コルトである。フェルト地で作られる、この上着は、主に女性の手によっておられ、地方ごとに、細かな異が見受けられる。例えば、帽子のデザイン。 フェルトの字色や飾り付けの違いによって、それを着ている人が、どの村の出身であるのか、大体のことがわかるという。このコルトは、つい十数年前まで、あまり積極的に着られることはなかった。もちろん、サーミ民族評議会など、民族としての誇りと自由を訴える組織に参加する一部の、サーミ人たちはその限りではなかったが、長年に及んだ。 先住民族軽視の風潮の中で自分たちがサーミ民族であることを宣言するのは並大抵の勇気ではできないことだったのである。その影響からかコルトを縫える人は減少してしまっていた。しかし民族的なものが再び見直されつつある中、サーミ人の若年層が中心となり、再び民族衣装を積極的に身につけていこうという流れが生まれている。現在伝統的な サーミ人の衣装を身につけているのは、それをずっと着続けている老人や、サーミ人の文化的な自由を支持する若い世代なので、ある。そういった層からはわずかにずれた、普通のサーミ人にしても、特別な場合の礼服として、普段着として、民族衣装を着る機会は、確実に増えてきている。トナカイの皮を舐めし、ドゥウォッチを制作している。 サーミ人女性ドゥオッチサーミ人が作る手工芸品はドゥオッチと呼ばれている。工芸品といっても鑑賞のためのものではなく、あくまでも日用品として、機能的、実際的なデザインのものがほとんどである。ドゥオッチには様々な素材が使われる。木や骨、トナカイの角、動物の毛皮や真珠、ブリキ、刺繍、レースなどが主に挙げられるが、 伝統的な素材として説明するとしたら、真珠やブリキといったものは除外される。サーミ人たちは歴史を通じて鉄鉱石や金、銀といった鉱物資源を持たなかった。それゆえ、時に侵略者であった他のスカンディナビア人たちがもたらす鉄製品は、サーミ人にとって絵がたい貴重品として扱われていた。最も伝統的な資源はトナカイである。 トナカイを遊牧する習慣のない海岸さ。トナカイの毛皮で遊牧中の住まいであるテントを、トナカイの角でナイフの柄を作り、トナカイの毛皮で作った衣服や靴を、トナカイの剣で作った糸で縫い合わせていたのである。サメやヤマのように捨てるところのない資源として使われていたトナカイであったが、そのトナカイの皮を剥ぐためのナイフの刃だけは、鉄製品に頼らざるを得なかった。当時鉄製品は、 スカンディノビア人から購入する例がほとんどであったが、サーミ人の中にも、こうした技術を習得する者がいないわけではなかった。彼らは、専業のカジヤとなったが、サーミ人にとっては神秘的とさえ言える技能のために、カジヤは、偉大な魔法の力を持っているとさえ考えられていた。山岳、サーミ人にとって、最大の富はトナカイであった。しかし17世紀、 スカンディナビア半島北部から銀が発掘され始め、山岳サーミ人がその遊牧という特性から銀の運搬を受け負ったことで、サーミ人の間に銀が富の象徴としての意味があることが広がった。その時からサーミ人は銀在庫を所有することで富を堅持するようになった。現在でもその名残は確実に残っており、サーミの人々の間では、 銀在庫が非常に好まれるという。これら工芸品は観光資源、サーミ人を訪ねてきた観光客はもちろんスカンディノビア人たちにも広く販売されている。これらの売り上げは地元の経済に大きく貢献し、もともと日用品であった手工芸品は今や売り物としての側面の方が大きくなりつつあるのである。現在、比較的日本でも手に入りやすいサーミの 工芸品として、ククサが挙げられる。ククサは、白樺の木のコブから作られたカップで、これを贈られた人は幸せになるという言い伝えがあると、されているが、それが、実際の伝承であるのか、それとも、商業上の宣伝文句に過ぎないのかは定かではない。ノアイデが使用したドラムサーミ人の信仰は、そもそも新羅万象に宿る様々な精霊を対象とした精霊信仰であった。 季節、人間や動物の健康や繁栄、自然がもたらす、様々な災害や恩恵、あらゆるものが、精霊の力によるものと信じていたのである。そのため、すべての事象の根源である精霊の声を聞くシャーマンの存在は、サーミ人の宗教において必要不可欠なものだったので、ある。精霊たち、また、父であり、母である太陽や大地と交信し、 死んだ番章の変化の原因を突き止めるために存在していたのがノアイデと呼ばれるシャーマンであった。ノアイデは極めて稀な才能であり、それゆえに彼らは常に尊敬と衣服の対象であり続けていた。ライスタジアス牧師。サーミ人の社会は神の意志とシーダナイの古老たちの知恵に基づいて運営されていた。古老たちは現世の問題を解決していたが、 神や非現世に関する問題に関しては、ノアイデに一任されていた。ノアイデは、シャーマンドラムを打ち鳴らしながら、トランス状態に陥り、どの精霊が問題を引き起こしているのか、どうすれば、それを解決することができるのかを知るのである。誰かが病気になった時、その魂は肉体を離れているという考え方が、サーミには存在しているが、この、盗まれた魂を取り戻し、 病気を治すのも、のあでの仕事だったのである。こうした、聖霊信仰も、16世紀に入り、キリスト教の布教が、ラップランドまで及んだ時、例外なく、弾圧の対象となった。現在、サーミ人の大多数が、ルーテル教会、もしくは、聖教会に属しているが、17から18世紀までには、この基盤は、すでに出来上がっていたとみられる。この流れに抵抗し、 聖霊とのデへの信仰を忠実に守り続けたサーミ人も決して少なくはなかったが、宣教師たちは彼らを迫害し、特にノイデの回収、撲滅に努めた。キリスト教不教の動きが最も高まったのが19世紀、ライスタジアス牧師がサーミ人の回収に訪れた時であった。彼が創始したライスタジアス派はノルウェー、スウェーデン。 フィンランドで現在でも広く信仰されている。しかし、キリスト教のサーミ人トへの布教は、サーミ固有の文化の破壊を意味していた。他の北欧の民族とは異なり、彼らはそれによって、民族的集団を形成することはなかった上に、サーミ人の諸国家への分割貴族へと至ったのである。また、サーミ語による聖書は、まだ出ていない。こうした、キリスト教家の流れの中で、 それでものアイは19世紀半ばまで生き残っていた。精霊についての知識や薬草を用いての民間療法の方法は今なお伝承されているが、それと信仰が結びつくということは完全になくなってしまった。サーミ人歌手のリザ・トーマソン、1878から1 9 3 2サーミ人の音楽を特徴づけるのは、ヨイクと呼ばれる、基本的に無伴奏の即興歌である。 ヨいクは、常実したシャーマニズムと関連して誕生した音楽で、ある。サーミンのシャーマンのイでは、トランス状態に陥るとき、幻覚作用のあるベニテングタケの一種を服用していた。このキノコに誘発された激しいトランス状態の中、精霊との交信を行うのだが、さらにその状態を深めるため、大声で歌われていた歌、これがヨいクである。シャーマニズムとの関連から、よいクは、 自然界とコミュニケーションを取るための道具、方法として捉えられる。太陽や月、山、川などを対象に、その成立に関する物語を歌う、序辞詞のような形式を取ることもあれば、対象への賛美と感謝を歌う参加のような形式を取ることもある。自然界に対してだけでなく、人間同士のコミュニケーションのためにも用いられる。赤ん坊が誕生した時、その子供に対して歌われたり、 親しい人同士で、その人の外観、人格的美点、欠点、人生など描写した余育を歌い合うこともある。また、たった一人で、トナカイがひくそりに乗ったとき、その孤独を癒すためにも歌われる。余育は、決して吟唱詩のようなものではない。メロディーだけ、リズムだけで構成されるような余育も存在するが、詩による、歌う、余育が優勢であることは確かである。しかし、この詩が、 実際のサーミ人の交互で行われるということはない。余育を構成する詩の言葉は極度に省略、簡略化された特別の言葉、あるいは象徴的なイメージ群からなっているのである。そのため、サミ人の自然に対する視点や生活、感性を共有しない日、サーミ人にとって余育をそのままに理解することは、ほぼ不可能と言っていいだろう。このわかりにくさのために余育は、 しばしば、ヨーデルと比較される。しかしこれは大きな誤りである。もともと谷と谷の間で、羊飼いたちの連絡手段として発生したヨーデルと、違い、良い句は、死因と母因の組み合わせからなり、歌い手はそれを慎重に選択、配列することによって、一言に膨大な情報を持たせるのである。18、19世紀にかけ、他のスカンディナビア人の統治下に置かれ、 民族的なものを否定する価値観にさらされていた状況の中で、余育を伝えることに執着した者たちは、形を変え、余育を存続させることを選択した。つまり、弦楽器や打楽器、管楽器による伴奏を伴った余育を生み出したので、ある。もともと余育は、シャーマンドラムを打ち鳴らしながら行われていたため、楽器の伴奏がつくことになんだ不思議はないように、思われる。しかし、 例えば、ノルウェー人の民族楽器、ランゲレークやフィンランド人の民族楽器カンテレを使うことで、自らの民族的地位を同時に向上させようとしていた節もある。事実、南部スウェーデンにおいて、サーミ人は社交的な場所に積極的に出かけ、ダンスを踊り、バイオリンを演奏することさえしていた。今世紀初めには、コラ半島のスコルトサーミ人は、 ロシア流のアコーディオンを演奏し、カドリールを踊ることが、ステータスになってもいたのである。老年層のほとんどは、余育を歌おうとせず、中年層は、余育を知らないといった状況が生まれつつあった中、余育は復興の兆しを見せる。若いインテリ層が、民族的アイデンティティの復興と確立を掲げ、余育を再興し始めたのである。しかし、この流れもすぐには身を結ばなかった。余育をすること、 それは、キリスト教会と政府によって、処罰の対象とされていたのである。民族的アイデンティティ復興の動きは、ニルス・アスラク・バルケアパーというフィンランド国籍のサーミ、人間大詩人が養育を始めたことで一気に進んだ。彼の目的は、古いスタイルの養育を、あくまでその基本を損ねることなく復活させることで、あった。彼の目論見は成功したと言える。 ニルスは1994年ノルウェーのリレハンメルで行われた冬季オリンピックの開会式壇上で余育を熱唱し多くのサーミ人に勇気と希望を与えた。民族意識が高まる中、その流れにさらに拍車をかける存在が現れる。それがマリ・ボイネというサーミ人女性である。彼女は政治的メッセージを歌詞に込めた余育を次々と発表。 自らの政治的立場を明確にするとともに、様々な問題について賛否を要求され始めたサーミ人に訴えかけ始めたのである。彼女の予育のスタイルとして特徴的なのはギターの伴奏を伴っているということである。彼女のメインテーマは先住民と植民地主義者、異なる民族間に起きた文化的衝突の悲劇を表現することである。 1973年、フィンランドのカウスティネンに民族音楽研究所が開設され、ヘ平キライティネンが初代所長に就任すると、彼は民族音楽はあまねく博物館から民衆のもとへ降りなければならない。それだけが民族音楽が生き残れる唯一の道であるというスローガンを掲げ、フィンランドの民族音楽を次々と復興し始めた。木の笛。 カンテレなどの古代の音楽や民族歌謡が見直され、その研究が行われるとともに、それらの音楽を演奏、吟唱するグループができ始めたのである。アンゲリン・テュートットも、言ってみればこうした流れの中で誕生したグループであった。アンゲリン・テュートット、後にアンゲリットと改名することになる。このグループは、ウルスラとトゥーニのランスマン姉妹によって1982年に結成された。 もともと少女時代から養育に興味を持っていたこの姉妹だったが、最初は学校の先生に命令されるような形で始めたらしい。しかし、そんな事情をよそにやがて二人は養育に熱中。89年には現在ソロで活躍中のウッタ、ピルッティ・アルビを加え三人で活動を始める。その後、やはり現代的民族歌謡のグループとして結成されたバルッティナのリーダー。 サリカー思念に見出され、彼女が主催しているレーベルから CD を出すことになった。彼女たちのイ育の特色は、まずその多様な音楽性にある。伝統を重視する一方、様々な音楽、例えば、プログラミングを重視したクラブ系サウンドを取り入れて、見たり、他のヨーロッパ音楽を取り入れたりもしている。彼女たちが尊敬する余育の第一人者、ニルス・アスラク・バルケ・アパーやマリボイネも、を、 ジャズロックと合わせるなどしていろいろな表現スタイルを試みているが、アンゲリットの二人も決してそれに引けを取ってはいない。子供の頃から世界各地を回ってジャンルを問わないフェスティバルに参加し、自分たちの養育を聴かせているほか、地元のクラブ系の KLF のアルバムに参加するなどして広い視野を持ち続けている。このためであろうか。 自分たちのアルバムにもドラムベースやアンビエントサウンドを取り入れて常に時代性を感じさせる余育を発表している。これまでにヨーロッパの国々はもちろんエストニア、ロシア、アメリカ、中国でも積極的にパフォーマンスを行っている。日本にも二度来日し、その中でアイヌのミュージシャンとの共演も経験している。サーミ人は大分類では高カソイドに属すが、 ウラル語族と関連するモンゴロイド系ハップログループ N が48%の中頻度で見られる。ついで多いのがゲンスカンジナビア系 Y 戦色体 I1 で約31%見られる。マトドナはヨーロッパの古いタイプが多いが東、アジアを起源とするウラル系ハップログループ Z もわずかに見られる。ありがとうございます。